あ、さあやってきました第1回建築バトル。今回は制限時間10分の中で限られた資材を使って建築してもらい、最終的に投票を行い、建築王者を決めるというものです。ちなみに資材はこんな感じ。もちろん皆さん統一なので建築センスが一目でバレちゃいます。さて私も作っていきますか。建築苦手な方って考えすぎちゃうからイメージと全然違うものができちゃうんですよ。なのでこういう時は何も考えない方が実際うまくいくんで。や、しんま、さあ、え、どうしようこんなのメンバーに見られたらきっとクーデターが起きるに違いねえ。そうだここはネトクマの実家だ。私の経験上大抵はネタに走ればどうにかなる。それではお時間になったので、皆さんいいなと思った建築の前に自分の名前を書いた看板を立ててください。了解です。視聴者さんもいいなって思った建築にぜひコメントしてね。それでは紹介していきましょう。メトクマ作。表の7門と裏のクマ。メトさんこれはどういうこと？裏を見てくだせえな。あ、なるほどそういうことね。うっぱ気持ち悪。今すぐ俺と7門さんに謝れ。自分にも謝らないといけないの？まあいいや次行きましょうか。メールド作。待ってまずこれ何？どれどれタイトルは？子供たちも見てんだぞふざけんな。すみませんでした。メールド作。処分。こちらは大きな丸の像ですね。やだ私だけおかしな人みたい。豚工作。時間は有限。時間が足りなくて完成できませんでした。いやそれでもすごいけどね。限られた資源でここまで作れるとは、才能の塊でしかないですね。今までに登場した建築物がアホみたいじゃん。いやアホだったけど。リアン作。噴射予定値。髪のような私には15分は短すぎた。いや時間が足りませんでしたね。題名は突っ込まないとして、時間があればすごい風車ができていたっぽいですね。せっかくなので裏で完成させときます。で最後に私がこちらですね。絶景良き一票をお願いします。さて誰の建築に投票しようかな。待って私の建築に票入ってたんだけど。いやーこれが日頃の行いだよね。実家ジャングルじゃねえよ。票じゃなくて突っ込みが入ってたんだけど。ふざけんな営業妨害で訴えんぞ。こっちのセリフだぶっ飛ばすぞ。投票の結果第1回建築バトルはメトクマさんの優勝です。ちっちゃう悔しいぜ。絶対俺が優勝だと思ってたのに。ねえ建築バトルってこんなクオリティ低くてよかったの？私が今一番不安だから何も言うな。前回のあらすじ、リアンさんがお亡くなりになられた。リアンさんが生き返りわらび餅絶滅計画を企てた。リアンさんの首が90度折れた。リアンさんに沈められた。要塞探索をした。多分メンバーの中でリアンさんが一番見せ場を作ってくれてます。はい前回のリベンジで再び要塞を探索しに行きます。今回こそは要塞見つけたいところですね。前回はネザーゲート作ったら拠点のゲートと繋がっちゃったんですよね。あれコメントできてたけど近すぎるとネザーゲ繋がっちゃうってよ。だから俺らが単なるアホだったんですよ。さて今回は5人もいるので私はおとなしくサボるとしましょう。あれ？てかリアンさんはどこ行った？うっぱ殺される。あなんだ人殺しかと思ったら始末屋でした。隊長これいらないからあげる。水バケツですか。でも今荷物いっぱいだから代わりにこれ持っといて。え、やだ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 。持ちたくない持ちたくない。この野郎さっさと燃えちまえ。リアンさんそろそろ私泣くからやめません。私そこまで汚くねえから、なんかリアンさん来ないんだけど、ちょっともう置いていきますよ。ブロックで塞がれた、私。悲しい。リアンさん冗談だってほら出ておいで。あれから5分ほど進んだら大きい廃坑に当たりました。もしかしたらここに要塞あるかも。どうします？廃坑探索しますか？要塞優先だからそこまでしなくていいよ。ただ下から箱は一つ残さず奪ったれ。隊長ここに雲スポーンあります。ここまで開放的だと一目でどこに何があるかわかるからいいね。でも普通の廃坑の方が落ち着きますね。めちゃわかる。そろそろぶち当たってもいいと思うんだけど。隊長ちょうど真上にありましたよ。あ、ほんとだ。というわけで無事要塞に到着しました。今すぐ討伐しに行っちゃいます。メールドさんとコマチャさんが合流してから行きましょうか。ほら餌だぞ担当だべ。ワンワンワンバック。見ちゃいけないものを見た。さて皆さん準備を済ませたらポータル部屋に集合してください。エンダーアイはすでに集め終わってるので、待ってなんでここに来てまで釣りを楽しんでるのメールドさん。要塞さんのお魚を持ち帰りたくて。外国まで旅行に来て日本食を食べる日本人と同じことしてますよ。なんだその例え。頑張るぞー。おー。直接言えや。それではエンダーアイをはめまして。開通っと、さて誰から飛び込みますか？隊長よかったらお先にどうぞ。暴力で済ませんじゃねえよ。まあ先に道作ってますよ。はぁ？あれ？エンドってこんな感じだったっけ？普通にゾンビとか湧いてるんですけど、なんならエンダーマンの方が逆にいないレベルですよ。なんだろうもしかして仕様なのかな？でもこんな昔のテレビの砂嵐みたいな空って見たことないですよ。エンドラは普通にいるので、とりあえずエンドラ討伐しちゃいましょうか。了解です。メイデイメイデイ、こちら雲に襲われてます。応援求む。おい一人だけレベルの低い戦いをしてるアホがいるぞ。やっぱり真面目に攻略してるけどそろそろ実況者魂見せないと。なんだよ実況者魂って。ここの実況者みんなイカれてんだけど。あ、そういや俺も実況者だった。私も実況とかやってみようかしら。あらそれはぜひとも見てみたいですね。多分リアンさんグラセフと相性いいと思いますよ。それはどういう意味ですか？
さっきからエンドラに名札つけようと頑張ってるけどうまくいきませんね。あんたはさっきから何がしたいんだよ。今日もここは平和です。俺よりあいつの方が病気だろ。ブルボットにされてるエンドラを眺めてたらいつの間にかなくなってました。数の暴力って怖い。そんなわけで無事エンドラ討伐できました。いやーここまで長かったですね。まだパート6ですけどね。このバグが気になるけどひとまずはお疲れ様ですね。ちょっと休憩してたら家が建ってたんですけど。僕も気づいたら建築しててびっくりしましたよ。大丈夫？ねえそれ大丈夫なの？それじゃあ帰るぞー。と。いやーここまで長かったですね。ようやく長かったこのシリーズも無事に終わろうとしたけど最終目標エンドラじゃなかったから続行します。ハイブタコウさんの建築シリーズ第4弾ぐらいです。これまた立派な建物ですね。ここのメンバーみんな釣りが大好きってことなので、屋内釣り場を作ってみました。ちょっとブタコウさん最高かよ結婚しません。この人何言ってるの？受付に釣り人さんが監禁されていますね。監禁とはなんだただの誘拐だわ。さらに2階には休憩所があるみたいですね。中は広々とした空間になってました。ここでプロレス大会開きたいですね。賛成でーす。敵にしとかないとこの家壊される。ちなみにニャンコ式アスレを勝手に改造させてもらいましたが、マジでクソゲーになったので省かせていただきます。そしてちょこちょこ映ってたと思いますが、絶賛巨大わらび餅を制作中です。前回リアンさんが集めてたのはこれのためだったりします。だいぶ時間がかかってるのでそろそろ完成させたいですね。どれだけのわらび餅が犠牲になったかは触れないでください。さてさてだいぶ開拓が進んだ無人島を眺めながら今回は終わりにしましょう。こうしてみるとそろそろ潮時かもしれませんね。よしわかった。次回で無人島から脱出しましょう。ネザー探索中にピグリン要塞があったのでちょっくらリアンさんと壊滅させてきました。隊長ここのチェスト何もありませんでした。リアンさん気が済んだらとっとと帰りましょう。今の私たち盗賊以上に危険な気がする。あ、野生の金だ。いやでも来てよかったですね。また来年も一緒に来ましょうね。デートスポットか何かと思ってる？はいちょっと緊急でカメラ回したのですが、なんとうちの始末屋がお亡くなりになりました。始末屋でも自然にはかなわないってことか。でもほら装備だけは回収できたよ。装備だけでも無事でよかったよ。ピッケルクワない。全員は救えませんでした。隊長、今までお世話になりました。え？何急にどうしたの？クワをなくし隊長、私には農家兼始末屋を名乗る資格はありません。なので私は旅に出ようと思います。そんな大げさだよ。それでは隊長、I'll be back。リアンさーん。まあリアンさんなら大丈夫でしょう。きっとお腹が空いたら帰ってくるはず。待ってマジでリアンさん消えたんだけど、まさか本当に行っちゃったのか？わー、リアンさんカムバーク。めっちゃいたわ。隊長、いい景色ですね。そうですね。三人称視点だから前見えてないけど。隊長、下になんかあるよ。そちらはメリーゴーランドですね。面白そう。隊長一緒に乗りましょうよ。お、リアンさんにもそんな一面があったんですね。仕方ありませんね。